プロスベース、はい、皆さんこんにちは。ということでね、今日ダルビッシュセレクションが来る月曜日、ダルビッシュセレクションをやろうかどうか迷ってます、佐々木です。ダルビッシュは欲しい、バースが取れればバース掛布岡田のクリーンナップができるからバースも欲しいけど、欲しいのこの2人のために確定でもないのにやるかどうかっていうのを非常に悩んでます。まあね、去年のセレクションみたいにダルビッシュ引くっちって一瞬で引ければねいいですけども、それがね引けなかったらっていう思うとね、どうしようか非常に迷ってます。皆さんもね迷ってるんじゃないでしょうか。ということで今日やるのはですね、こちらです。6周年大感謝祭4連福袋です。なんとですね、リーグ覇王でもう3週連続覇王を維持してるんですけども、まあもう1000位前後でもリボンが欲しいっていうところで、この大野をどうにかしなきゃいけない。去年のあのアニバの大野限界突破はしてないっていうね、こう今持ってる3800の選択契約書で取った大野を極みにしなきゃいけない。でも A の大野が2人足りない。あ、ここで朗報です。この前あのスピちゃんの、研修会に行きまして、コナミさんの関係者の方と話しさせてもらいましてですね、今の抱えてる問題を踏まえてですね、A ランク契約書の選択契約書が欲しいと、切に訴えかけてきました。皆さんどうですか、 A ランクの選択契約書欲しくないですか。だからまあ、ね、年に数回も出るわけじゃないけども、なんかねこの6周年とか 何万何千ダウンロード記念とかっていう時に A の選択契約書が欲しいと、ガチャでもう何でもいいんでっていうことをね言ってみました。皆さんどうですか、賛同ありますか。今の切実な願いです。ということで今日お送りするのはですね、まずこちらです。今持ってる A ランク自チーム契約書を全部中日にして大野を狙います。持ってる枚数ね、さあまずいきましょう。1個目ね、もうこれ大野以外全員いらない、いらない。あ、これあれだ、1枚ずつやってても時間かかる、あるやつ全部いっぺんにやろう。大野のみ、まあ、柳もあればね、多分タイトルホルダーだからね、請求スタミナ同値くらい出てくるんじゃない。 A の選択契約書を全部持ってるやつを全部突っ込む。さあ2枚欲しい、2枚、せめてここで1枚、強打大島、大島、大島さん連発、いや福留め、大島さん連発です。大島クリーンナップいらないのよ、大野3連発やろ。0枚です。さあじゃあ行きましょう、4連福袋、これを5回しよう、5回。これまあまさかのね S が出る可能性もあるからね、 A 以上だからね。まあでもあのもう S より俺は大野が欲しい、もう A の大野がもうあの S だよ俺の。さあ、あとバットとかマジで当たらないの、普通バット当たったら俺大野持ってるから大野来ないじゃんね。加藤、坂倉、正捕手、藤波、請求難克服、勝野、来年頑張れ。さあまあまあいいでしょう、2回目、狙うは大野のみ。もうこの演出なんて正直もうどうでもいい。あ、調子くれってこう、あから聞いた、まあ、でも一応ちょっと期待するですよね。まあ S の大野が来たらね、あの育てる時間が省かれるからね。さあ大野、雄大、巨大学、ディクソン、戦力外、三島、来新守護神か、もう今永、来年はエース10勝いける、またよし、FA どうする。さあ3回目、お、星君、月からの、まあ、若干期待するよね、あの S、 まあでも一番欲しいのは大野、バットだけに渡らないで、君と。さあ吉田正尚、日本シリーズ守備守れんの、石山活躍、床田最後よかった、阿部外野挑戦、4回目、出ないですね、全然出えへん、ほんと調子くん、レッツゴーからのハキーン、おいし、
まあまあいい、欲しいのは大野よ。大野、大野、大野のみ雄大カモン。中井今日だ、また小川左サウスポーサイドスローからの松葉、名古屋ドーム強い。同じ左だけど違う、もう一回行こう。もう一人、もういいよ、一人でいいからくれ、一人でいいから来てくれ。大野キャッチャーじゃない方の大野だよ。これでキャッチャー来たらダメだよ。はい、お岡島、内川代打起用、福田どこ行ったの、平田頑張れ克服。違う、そんなん言ってる場合ちゃうねん。もう一回や、大野そんなん言ってる場合ちゃうねん、ほんと大野やな。カモン大野、俺のこの熱い思いを届けてくれ。カモンカモン大野、ビッグチャンスを。さあ大野、両大間契約延長、お祖父へリリーフホッケー、北村代打の起用だか、福谷二枚巨頭。さあもう一回、もう連発いってるよ、もう連発。さあもうこれ S 期待しないガチャってない。大野、もう大野のみよ、大野だけなのよ、大野狙いだから。カモン、大木のタイトルメイト、マクガフ守護神からケナム、来年頑張れから祖父江、またひげ剃っちゃうよ、立浪監督ひげ茶髪禁止。まあでももうここまでやな、さすがにちょっとエナジーも残しとかなきゃいけないし。ノーノ、じゃああれやな、もうムカついたからあれするわ、限界突破コーチ使うわ、今週の、もう今週の早く完全移行したらさ、みんなが3800上げてくるからさ、もう今のうちにもうよ、限界突破コーチ使って、気合の、もうムカついた勢いで、はい完成できました。今もう全部できました、あの特殊能力も全部上げて、これで今見てください、こうなりました。チームスピリッツ9615で、最大コンボ上昇量9227で、平均レベル75で、これも完全全員 で平均特訓10、合計特殊能力360、全部セアです。これでも完成体です、今現状のね。でもピッチャーはね、あのでピッチャーこういうオーダー。ちなみにここからあの香山のところに今育成している松井裕樹のアニバを入れます。チームスピリッツが上がって、今ちょっとあの大野が9位があの最上位じゃなくなったんで、この力戦奮闘がちょっと1人足りなくなって、でもここに松井裕樹入れるとこれが復活するんで3人ね、だからもう満タンっていうところのなりますけど、これで今週どうなるかやな。あと早く松井裕樹を育ててここに入れれば、今週中に入れます、育てて。でももう一気にダルビッシュみたいに全部999とかにできないんよ。ああ、やってましたね、やってた、えぐいなお前、何時間かかんねんあれ本当に。でも今のオーダーはこれです、で内野陣これです。皆さんからのコメントでレフトを吉田正尚にしました。であとこれで何かできることがあれば教えてください皆さんね。でもあとちなみにちょっとここ入れれるのは今育ててるやつしか入れれないからね、はい、だからそこでまあどうなるのかね、まあ、だから松井裕樹入れて、俺浅村と青木を3800に変えたいね。そうすると9万1000ぐらいにはいくだろうからね、まあ、ということでね、お送りしましたプロスペースガチャ。あ、ちなみにですね、スピリーグ佐々木ロッテの監督になってますから、皆さんねぜひそちらの方も、応援してください。優勝目指して選手たちもね頑張ってますんで、ということで残念ながら大野が引けなかったんで、気合で限界突破コーチ使ってやりました。今週の覇王、なんとか350位以内に入って緑ボタン狙います。あとダルビッシュセレクション、
やるかやらないかは私次第です。